昭和天皇の写真がね、まさにその燃やされるようなそういう表現をその公金が組み込まれる催しでそれが行われることが妥当なのか言語空間そのものが日本の,元々左翼のもののなんですよ。戦後は不寛容という意味ではその SNS というものの存在自体が日本の政治に影響しているような気がするんですけどもあ<の>先生。私はねあの まあ、SNS それからインターネットいわゆるマスメディアが報道しない自由っていうのを行使する、うん、その状況に対抗する形で例えばインターネットなんかで、はい、いや新聞や地上波のテレビはこう言ってるけれどもこの問題にはこういう要素もあるよとかこういう事実もあるよっていうことがネットを通じて発信されるようになって、うん、いわゆるマスメディアが伝えること がすべて事実なんじゃないということを、その特にインターネットを使える環境の人においては、それを相対化するような情報空間を作ったということはすごく意味があると思ってるんですよ。しかし今のその SNS はまた負の問題も大きくなってきていて、自分も発信できるようになったわけですよね。はい、昔は 新聞テレビが報じなかったらその事実はなかったってされるような状況だといや本当はこういう事実があるっていう発信するツールが人々にはなかったでも今はある、はい、でその意味は大いに認めつつでも発信する側になったら発信するものの責任があるっていうことがどれほど意識されているかっていうこともねこれは一つその一般の人が SNS を利用する上での、うん 問題としして明らかにあるし、はい、それからあの政治の視点から見るとねもう完全にその SNS でどういう発信をしてどういう政治状況を作り出していくかっていうことに各政党が取り組み始めていて、はいえー、これはもうあの特に日本共産党なんかは本当に組織だってそれを行っていますから共産党ですか、はい、だからそのいわゆるついでもというようなものも、うん、その最初にこのある塊 が出来上がって歯車をグッと動かすこの起点になってるのはもう共産党それからその共産党の審判のような市民運動の人たちっていうようなことでね動いているっていうのはこれはっきり言えるわけです、まあ、共産党だけじゃないんだけども、はい、一見民主は何かもやってますけども、まあ、共産党に関してはねあ2013年の参議院選挙の時にねもうはっきりあの市委員長がね えー、これは2013年の5月、えー、全国約32万人の党員に対して、えー、ツイッターやフェイスブックを始めるよう指示しているということなんですね。<laughs> かなり早いう階で,、うん、で全党員はツイッターやホームページブログに挑戦しようと号令をかけていて。 えー、その支援のためにね、党の各都道府県委員会に専門チームを設けるということで、えー、要するに共産党の訴え、で同時に、えー、自民党あるいは保守の側に対して、えー、どういう批判をしていくかっていう時のもの一つの戦略の柱として、この SNS を使うということをも党の方針として決めてどんどん進めているということですよね。はい、でもちろんこれは 自民党にしても同じ環境ですよ使うとまあら使えるわけだから、うん、でもここでそのやっぱりねあのその市民運動というものとの連携っていうようなことで言うとこれはもう保守の方はほとんどそういうのはない中でね、はいえー、いわゆる左リベラルの側がそれにいかにその熱心に取り組んで、うん、その一つのこう言語空間を作っていくかということに 事実上、今力を発揮しているかっていうこと。はい。で、しかも最初にその流れを作ることに関しての機動性とスピードは、本当にすごいものがあるというふうに思いますね。そうです先生、うん、あの、私の個人的な印象なんですけども、ネットの世界を言論で活用し始めたのは、いわゆる保守系、あのネトウヨっていう言葉が、うん、あの先に生まれてきたような。 ことがあったと思うんですけどなんか先に保守側がこのネットの世界を占拠したっていうイメージがあったんですけど占拠、ね、じゃなくてね、うん、あのつまり日本の言語空間は大まかに言えば左により広く開かれてるわけですよ、はい、戦後の、ええええ、でいわゆる保守まあ右翼という側はそもそも言語空間が狭かったわけですね、うん、でそれはもう地上波のテレビそれから新聞 その狭い部分をなんとか発信したいっていうところでネットっっていうところにまず行ったんですよなるほどでそのネットの空間の中で、えー、さっき言ったようにその地上波のテレビや新聞が報道しないこと論評しないことを出していく中で。 相対化されたた事実が出てきた例えば沖縄の問題は左翼はこう言ってこう書いてるけどでもこういう要素もあるんだよとかね、はい、あるいは歴史認識の論争でもそういうことがこうだって出るようになった。うん、でもここでねそもそもその狭い空間でしかも追い詰められた形になっているから <laughs>、はい、出来上がった空間の中でやっぱりねあの過剰になってしまう ですよね。前に、はい、さっき言ったあのね、これ SNS を使う時の注意しなきゃいけないことって、今度発信するようになったら、うん、事実かどうかとか言ったことに関して責任を負取ということでやんなきゃいけないんですよ。はい、そうすると、いや左翼がこんなひどいことやってるんだから我々もここはもっとってなったときに、うん、例えばイサミヤがあったりとか、はい、あるいは過剰になったりとか、うん、で。 これがでも本当に左翼にうまく逆に使われてしまっているのはヘイトスピーチ法が通ってしまったのはこういうことですよそうですね、うん。あまりにもねでもこれは、はい、例えば安倍政権ができて、うん、すごく日本が受け化してきているのでこういうヘイトスピーチが出るようになったっていう解説を左の側する、うん、でもそうじゃないんですよ本来ならばいわゆる健全なナショナリズムとして語れる言葉がもともと 封じらられていていいなかっっったたたとととう抑抑抑圧圧圧者者非のの関係で言右方がずだからそれが解放されるあるいは自由に発信できるという空間ができたらバネが跳ね返るようにグッと出てきたというのが実態なんであって、うん、これが普通に例えば国を愛するとか、うん、国を思うとかいうことが語れる空間ならば。 そういう抑圧されたバネの跳ね。返りなんて起きないわけですよ。そうそうところが、これが日本の言語空間はあの愛知トリエンナーレの問題を出すと分かりやすいと思うけれども、うん、あれはね。慰安婦像そのものを例えば展示するのは決しか。らんとかそういう話ではないんですよ。うん、慰安婦像って世界中にどこにでもどこにでもある。は言い過ぎだけども。はい、例えばドイツ今立ったでしょ。うん、で、日本ではソウルの大使館の前に立ってるでしょ。えー 自由にててられてるじゃないですかうん、うん、で日本国内で言えば少なくとも問題の性質からして公のお金を使ってそういう展示をすることが妥当であるかどうかという批判ですよ、はいはい、この問題の本質は。うん、あれが例えば朝日新聞主催の私的な催しで、はい、どこぞのホールで行われてるんだったら まあ私は愉快ではないけれどもつまり公のお金が使われるということに関してどうであったかという問題なんであってねでそれが何らその、うんまあ、大村知事のリコール問題にもなって、はい、まあこれはまたねリコールの署名に不正があったというのはこれはこれで問題で、えー、それはあの本当にきちんと追及してほしいけれども。 しかしそういう声が上がるような背景に何があったかといえばやっぱりその天皇陛下の昭和天皇の写真がねまさにその燃やされるようなそういう表現を抗金で、うんはい、その抗金が組み込まれる催しでそれが行われることが妥当なのかっていう議論ですよね。そうですねだから ここでねあの、うん、ネトウヨっていうレッテルを貼られているのはつまりそういう <laughs>、うん、バネの跳ね返りに関して行き過ぎ過剰な、ねうん、あるいはこの勘違いとか勇み足の部分を捕らえられて逆にカウンターパンチを食らってるっていう状況ですよね。<ー>そでそれで言うなら言語空間そのものが日本のもともと左翼のものなんですよ、うん、前後はね。この状況全体状況況全体を見なければ そうですね。ま、これも流れを知らなければ、うん、ものすごくネットの空間というのは保守系がこう選挙している中で今なんていうでしょうリベラル側が跳ね返しにかかっているのかなっていうふうに見る世代でも結構ねあるんじゃないかなと思ってしまいます、ねね。あの両方 YouTube なんか見ても両方あるんですよ。うん、でただあれほら個人のアクセスによって個人の思考に合わせて例えばあの画面に出てくる。 そのいろんな番組って決められているから左のばっかを例えば見たとするとね、うん、今度は左のばっか出てきますからだからちゃんと彼らのも <laughs> 彼らって言うけどね <laughs> 僕はこっち側にいるから <laughs>、はい、あるんですよ。で,、うん、で,で問題なのは彼らの側が現実に政治を動かすという意味での世論に対しての影響力がいまだ大きいということが、うんうんうん ここなんですよねなるほど、うん、えご視聴いただきまして誠にありがとうございます高評価、チャンネル登録、コメント待ちとおりますよろしくお願いいたします